今日のヒーローは4回無失点先発そして好投しました又木哲平投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。プロに入って最長4イニングになりましたが今日のピッチングご自身振り返っていかがですか。まあ、そうですね、自分のいいピッチングができたのと、まあ、野手の皆さんの、援護点があったので今日は、4回しっかり投げることができました。オープン戦ではリリーフでの登板もありました。今日先発に向けて何か意識したことはあったんでしょうか。まあ、しっかりいつも以上に準備をしっかりするのと、まあ中継ぎも先発もあまり変わらずっていう気持ちは持っているので、まあ、いつも通り、試合に臨めたかなと思います。ルーキーイヤーですがこのジャイアンツというチームの雰囲気はいかがですか。もうすごくいい雰囲気で、やりやすい環境でやらせてもらっているので嬉しいです。今日はこのジャイアンツ球場での登板になりました。このファンの声援というのはどのように感じました。いやもういつもいつも、足を運んでくださりありがとうございます。これからも、しっかりやっていくので応援よろしくお願いします。そしてこのジャイアンツファンの皆さんも又木投手の挨拶含めてちょっと何か一言お願いできますでしょうか。皆さんまた木で覚えてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして今後に向けてもちろん一軍も視野に入ってくると思いますが意気込み聞かせてください。まあ、自分の実力はまだまだなので、もっともっと高みを目指してこれからもやっていきたいと思います。ナイスピッチングになりました又木投手です。ありがとうございました。ありがとうございました。